はい、どうも、カデヤンでございます。今回はですね、まあ僕のチャンネルっていうかね、動画としてはちょっと久しぶりにやらせていただくのかなってところなんですけど、後継者についての漫画っていうかね、また今回はそういう動画にさせていただこうと思うんですが、今回はね、まあ今やってる連載の中で一番人気のある野球漫画っても言ってもいい、まあダイヤのエースのね、まあ後継者野球漫画っていうところでね、ダイヤのエースの後継者になりそうな作品というのをね、僕個人的に思ったところをね、紹介していこうかなというふうに思います。まあダイヤのエースか大きく振りかぶってぐらいのね、作品になるのかもしれないやつを、僕自身がね、今連載している中でちょっとね、何個かまあ個人的にはですけど、これいけるんじゃないかななんていう風に思ってるやつをですね、あくまで、僕個人で考えたところではありますが、何作品かですね、紹介していこうかなという風に思います。まず一作品目がですね、メジャーセカンドでございます。まあこれはね、まあメジャーのファーストシーズン僕もねずっと読んでたってところもあったし、まあやっぱそこから考えるとね、メジャーのファンっていうのはセカンド来てもね、まあ読むでしょうね。まずそれは間違いないと思うし、まあやっぱり、重信五郎という怪物の息子大悟っていうところのストーリーっていうところもね、まあ一人のキャラクターにめちゃくちゃ焦点当たってる漫画ですけど、やっぱその成長物語ってどうなんのかなーなんてシンプルにね、気になるところなんじゃないかと思うんですよね。まあやっぱ大きく違うのはね、第5は凡人っていうところなんですよ。もうね、重信五郎怪物天才っていうところから、まあこのね、息子っていうか本当にサラブレッドなんて思うところもね、そういったところからスタートして、やっぱり第5は第5なりに苦労しながら頑張っていくっていう姿はね、やっぱり応援したくなるって気持ちにもなるし、でもやっぱり凡人が凡人らしく考えながら野球してるっていうところもあるんですよね。もうね、大きいことはしないっていうか、欲張らないっていうところも割り切ってんのはなんとなく僕自身も、まあ、やっぱり野球の上でもそういう風な、地味な役回りの仕事ってあると思うし、そういった目線でもね、やっぱメジャーセカンドで楽しめると思うんで、そこまでね野球っていうところ細かく突き詰めないんですけど、まあやっぱりそういったところってね、ライトのファンに野球漫画としても入りやすいんじゃないかなっていうのが、野球知らない人でも分かりやすいっていうのがダイヤのエースで一番強みだと思うし、そういったところでもメジャーセカンドもね、まあ入りやすいと思うんで、まあ僕自身はね、メジャーセカンドっていうところの中似たような感覚っていうところもあるから、まあダイヤのエースともね結構ね、まあ前作とか考えるとね、まあ一番近いのかもしれないってところですかね。二作品目はですね、バトルスタディーズでございます。まあこれもね、結構僕もね有名だと思ってますし、まあやっぱりね、今勢いのある野球漫画ってところでも、まあバトルスタディーズってね結構鉄板なんじゃないかななんて僕自身も思ってるところでもあるんですよね。まあやっぱり細かいところに突き詰めてるっていう漫画ではあるんですけどもね、まあ PL 学園ってこういうもんなんだよっていうところは、まあだからね、さっきのライトのファンとは別に本当にね高校野球が好きな人やったら、まあバトルスタディーズは多分ハマるんじゃないかなっていうのがね、やっぱ PL 学園っていうところもめちゃくちゃ気になる人って多かったと思うし、そういったところもねまんべんなく見せてくれるのはやっぱバトルスタディーズの一番面白いところだと思うんで、まあ野球してないところでも面白かったりもしてるし、そこら辺はやっぱりねすごく特徴的かななんて思ってるんですけど、その中でもね、やっぱ独特な表現というか、まあ本当に野球なのかななんてちょっとね疑問符を抱くところもあるんですけど、まあやっぱりそれもそれで本当の表現力豊かっていうところの、まあ画力も素晴らしいですし、僕はね、やっぱ野球っていうところももちろんね普通にやってほしいっていうのもありますけど、まあこれぐらいやったら全然いいんじゃないかななんてのが、まあバトルスタディーズそういったところがあるんですけどもね、やっぱでも PL ならではっていうところも、まあその学校のルール以外でも意外とね見られるところもあるから、さっきみたいなメジャーセカンドっていうのはライトのファンも、多分ハマると思うんですけど、やっぱバトルスタディーズはね本当野球好きな人には読んでほしいかななんて、思ってるところもありますんでね、まあそこら辺でもねやっぱ結構ね、人気も出てきてるんじゃないかなと思うんですけど、まあ僕自身もね、何回かバトルスタディーズの動画とかも上げさせていただいてるんで、そういった部分でもですね、まあまた今のね、加納翔太郎をどういう風に新生 PL、DL 学園か、DL 学園を作るのかっていうのもね、めちゃくちゃ気になるところでもありますんでね。そして3作品目がですね、ミックスでございます。まあこれもね、やっぱ作者の、足立みつる先生ってところでね、まあ足立先生が出したら、まあどんな野球漫画でもみんな食いついちゃうやろっていうのが、まあ僕でもね、まあほんなにめちゃくちゃ昔から詳しいってわけじゃないですけど、まあ H2 から始まって、
まあこういう風にね、ミックスも読むっていうところでね、もちろんね野球っていうところもまあすごいですし、恋愛も面白いですけど、やっぱ言い回しもすごく面白くてですね、ああいったところで笑いを取りに来るところも、まあなんか本当足立先生らしさっていうのがすごく面白くてですね、そういったところがずっと出てきてるのが、やっぱりねそこら辺でもやっぱ飽きさせないっていうのはね、まあ普通に野球やってても全然いいだと思うんですけど、でもやっぱりそこら辺でもね、やっぱらしさっていうか足立先生っていうのはこういうもんなんだよっていうところをねずっと継承していくのって、やっぱ元ずっとオールドなファンっていうか、もっと昔からのファンやったら、やっぱりね、そこら辺も本当、やっぱさすが足立先生やなって思わされるだけでも、作品に対しての、やっぱ愛情っていうか、他の作品にはないような信頼感も抱くんじゃないかなっていうふうに思っちゃうところもあるんですよね。なんかね、小回りとかもやっぱ結構独特やなっていうところもあるんで、まあ、ここら辺パッと見見せたいところでも、やっぱりね、普通に見せないっていうふうな、なんかそこら辺もね、やっぱり足立先生って本当独特やななんて思ってるところもあるんで、野球に没頭し続けるっていうのはキャラクター見ればそうなんですけど、でも恋愛見てもね、ちゃんと恋愛も恋愛物語として素晴らしいものを描くのは、やっぱ足立先生の作品ってね、本当どっから見ても素晴らしいんじゃないかなというふうに思っちゃうところもあるんですよね。やっぱりね、こういうふうに足立先生が出したらやっぱ読むでしょって感覚でもありますし、本当にね、そういうふうな流れっていうかそういうふうな作者の方なんで、まあやっぱりね、僕は言うまでもないっていうのもこれでもありますけども、まあ本当に知らない方もね、ぜひとも足立先生のファンの方はまあぜひともね、読んでいただきたいかなというふうに思うんですけどもね、まあここら辺ぐらいですかね、人気とかっていうのをちょっと今回考慮したってところで、まあ将来性とかっていうのも考えた上でちょっとねこの3作品させていただいたんですけど、まあ僕もね好きなグラゼニとか、最近読んだ僕はまだ野球を知らないとか、まあワイルドピッチとかもね、まあまだまだ野球漫画って今連載してるやつでもそこそこあると思うんですけど、まあやっぱりね、そういった目線でも野球好きな人はね、野球漫画ってまあそこそこハマるやつもあれば、ダイヤのエースみたいにめちゃくちゃハマるやつもあると思うんですけど、その流れでですね、まあ僕もね結構野球漫画を読もうとは思ってるんですけどもね、いろんな方々もやっぱりねまだまだ野球漫画いろいろあると思うんです。その上でね、本当読んでいただきたいかなというふうに率直に思っちゃうところもあるんですけど、後継者っていうところでもね、もっとめちゃくちゃ長い作品ってやっぱいろいろありますから、そこに連なる作品っていうところでね、ちょっと僕自身もいろいろ考えたいかなというふうに思ってますし、まあやっぱりねめちゃくちゃ長い作品があるからこそ、まあ比較もされるけど、でもねそういうふうに金字塔を作ってくれたのは、まあ野球漫画はもっとね、過去作、ダイヤのエースってわけではないですけど、過去作のおかげっていうのもありますが、まあその流れでもですね、まあこういう後継者ってことはね、そもそも元々の作品が、めちゃくちゃすごいっていうのをね、ぜひとも分かっていただきたいかなというふうに思いますし、僕自身もね、まだこの後継者というシリーズもね、どんどんいろんな企画をね、考えてやっていきたいかなというふうに思います。本日もご視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローの方もどうぞよろしくお願いいたします。それではバーイ。